バッドブレインズ、バッドブレインズ、バッドブレインズとは、1978年にメリーランド州プリンス、ジョージカウンティで結成されたロックバンド。初期はハードコアパンクのオリジネーターとして、後にはレゲエ、ヘビメタルの要素も取り入れたミクスチャーロックの先駆けとして名を馳せた。また、メンバー全員が黒人のロックバンドとして初めて大きな音楽的影響力を持ったバンドである。バンド名はラモーンズの4枚目のアルバムロード・ツー・ルインの収録曲バッド・ブレインから高校で知り合った後の中心メンバー4人にシド・マックレイを加えた5人編成バンドマインドパワーを母体とする。当時はウェザーリポートなどのフュージョン系のコピーを行っていた。その折、マックレイの紹介でラモーンズ、セックスピストルズの音源に触れ、大きな衝撃を受ける。バンドは、すぐさま音楽志向をパンクロックに変更。トラブルのあったマックレイを除いた4人編成のバンド、バッドブレインズに変身する。当初は、ピストルズやイーターなどをコピーしていたが、ほどなく、オリジナル曲を作るようになり、ワシントン DC に進出して、多くのライブを行う。ラモーンズを手本に、より進化したいとの思いから曲は高速化。さらにフュージョン系のコピーで養った高い演奏技術を元に単なる3コードの繰り返しではない多彩な曲を演奏し次第に人気を獲得していく。H.R. の激しいパフォーマンスも話題をさらった。バッドブレインズのライブは常に暴動寸前の熱狂を呼び起こしライブが終わった後のクラブでどこかが破壊されていないところはなかった、と言われる。そのため、バンドは DC 中のクラブから締め出しを食らってしまう。代表曲、Banned in DC は、このことを題材にした曲である。この時のバッド・ブレインズに触れて、多大な影響を受けた人物には、マイナースレッド、フガジのメンバーとして、またディスコードレコードの主催者として D.C. ハードコアシーンの中心的人物となるイアン・マッケイや、ブラックフラッグのボーカリストとなるヘンリー・ロリンズなどがいる。DC 立ち入り禁止となったバッドブレインズはニューヨークに進出。CBGB にも出演し、ここでも凄まじい熱狂で迎えられた。この頃は常宿を持たず、CBGB の近くに住んでいた当時ザ・マッドのメンバーであったスクリーミング・マッド、ジョージの家に泊めてもらっていた。1980年、メンバーは、ふとしたきっかけで、ボブ・マーリーのライブを見に行き、大きな衝撃を受ける。H.R. と R の受けた衝撃は、特に大きく、ラスタファリ運動に目覚めることになる。もともと、ザ・クラッシュも好んで聴いていたことから、早速、バッド・ブレインズのレパートリーに、レゲエが加えられる。ミクスチャー路線の始まりである。バンドの名声はさらに高まりつつあった。ニューヨークにはバッド・ブレインズを中心としたハードコアシーンが形成されようとしていた。ダムドと共演した際に実力を認められ、ジョインとしてのイギリスツアーを持ちかけられたり、諸事情により、1981年にはザ・クラッシュとも共演した。1982年、ロイヤーレーベルより初のアルバム、バッド・ブレインズを発表。ホワイトハウスに雷が落ちる。ジャケット絵と前代未聞の高速チューンが大きな評判となる。ライナーはヨラテン語のアイラ・カプランが執筆。ファーストアルバムを引っ提げ、バッドブレインズは初の全米ツアーへ出向く。だが、この頃には H.R. のラスタファリズムへの傾倒は深刻さを増しており、周辺のトラブルも増えていた。それはテキサス州オースティンに赴いた際に重大なものとなる。共演したバンドのボーカリストが同性愛者であることを知った H.R. は彼を口汚く罵り、大喧嘩となる。ライブはついに成立することはなかった。比較的同性愛には寛容であったハードコアシーンで、この事件はバッドブレインズは差別主義者と非難されるのに十分な事柄であり、レゲエへの傾倒が疑問視され始めていた風潮も重な。これがきっかけとなり、バッドブレインズのハードコアシーンにおける評価は急落する。1983年、カーズのリック・オケイ・セックのプロデュースによるロック・フォー・ライト発売。しかしこの頃には H.R. の関心はレゲエにしか向かなくなっており、R と共にバンドを脱退して、レゲエバンド H.R. を結成。バッドブレインズは元フェイスノー、モアのチャック・モズレーを加えるが、うまくいかず、活動を停止する。H.R. の活動も不守備に終わりつつあった1986年、ブラックフラッグのグレッグ・ギンのレーベル SST から誘いを受け、バッドブレインズが再結成される。そして発表された I against I は様々な音楽の要素が溶け合ったミクスチャーロックの先駆けとして評価される傑作となった。これにより再び上昇気流に乗ったと見られたが、契約を申し出たアイランドレコードに対し H.R. が同レーベルのマーリーの扱いに不満を爆発させ、再びバンドを脱退。バンドも活動不能となる。1989年にはクイックネスが発表されたが、H.R. のボーカル取りが難航を極め、R も録音に参加しておらず、マッキー・ジェイソンが加入しているジャケットには R の姿が映っている。1993年、ドクター・ノーの尽力により、エピックレコードとの契約を得るが、H.R. と R は参加せず、ボーカルにイスラエル・ジョセフ・アイ、ドラムにジェイソンが参加。ライズを発表するが、評価は得られなかった。その後、H.R. と R が出戻り、1995年に、ゴッド・オブ・ラブ発表。しかし直後のツアーで、H.R. が暴力事件を起こし、再び活動停止。1999年に活動を再開する際には、バッドブレインズの名称権すら失っており、ソウルブレインズを名乗る。2000年9月、初の来日公演が実現。この時期の音楽性は完全にレゲエより。2001年には、再びバッドブレインズを名乗るようになり、2002年、I and I survived、2007年、ビルド、A Nation発売。H.R. の気候癖は全く収まっておらず、離脱を繰り返してはイスラエルがサポートに入ったりしているが、バンドのライブ活動は継続されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。